まあ、ツイッターやってる人では知らない人がいないというコラボ問題というのが流行っておるんですけれども、どういうですね、事件か問題かというのをですね、知らない人も大変多いと思いますので、こちらでちょっとご説明させていただきます。若年貧困女性、あるいはですね、まあ、彼氏に殴られているとか、親に殴られて、家出してきたなんていう、未成年、ほぼ未成年の少女を保護する目的でやっている都の事業があるんですけれども、そちらをですね、請け負っている、まあ、委託事業ですから下請け請負いという形になります。その事業を請け負った一般社団法人のコラボという団体がありまして、そちらのですね、会計が収支が都に報告している一部始終がおかしいんじゃないか、それと活動実績、こんなに活動しているのかという疑惑が持ち上がりました。例えば、保護した少女に弁当を食わせました。一食2600円です。ちょっと高すぎるんじゃないか。保護した女性を沖縄に連れて行きました。これは東京都の事業なのにおかしいんじゃないか。毎年バスのタイヤを交換しました。26万円かかりました、毎年。でも8年前のタイヤがついているじゃないかということでですね、住民監査請求をされた方がおりまして、この度ですね、東京都の監査事務局が作った書類を監査委員会が監査したという運びになったんですけれども、監査委員会の決定がこれまたおかしいものでありまして、都はですね、この事業の下請けに2600万円出しているそうであります。まあ、2600万円の、仕事を下請けに出したという構図になっているんですけれども、コラボという団体がですね、2900万円分活動しましたと、領収書もないんですけれども2900万円分の活動をいたしましたと、こんなことをですね、言っておりまして、それで都はですね、監査委員がですね、じゃあ持ち出しで活動しているわけだから、東京都の損害はないですね、監査問題なしなんてことに決定してしまいました。ですけれども、ちょっとおかしいと思いませんか。2900万円かかって都は2600万円しか出していないから被害はない、不正はない、こんなのおかしいでしょ。子供にですね、1000円渡して教科書買ってこい、言ってですね、買ってきた1200円かかった200円は僕が出しておいた、ああそうか、で親には損害がないかというと、その子供が教科書見せなかったらどうします。買ってきた教科書を見せないでですね、本当に教科書買ったのかわからない、こういう状態が今のコラボであります。おかしいと思いませんでしょうか。これでどうして、不正がないって言い切れるのか。まずはね、あの監査委員がおかしいんじゃないか、しかもですね、この監査委員が、監査した書類はですね、監査事務局が作ったものでありまして、当初ですね、コラボ側がこんだけかかりましたというですね、報告を提出した金額と全く違う金額が記されておるんですよ。おかしくないでしょうか。金額が違うもの、報告と違うものを書類として監査事務局が捏造して、それを監査員が監査して問題なし、こんなのおかしくないでしょうか。ただし物言いがつきまして、領収書がないであるとか問題があるからやり直しなさい、2月28日までに。これが今東京都で問題になっているコラボ問題であります。領収書が少ない、あるいは全くないことに対してですね、コラボ弁護団はこんなことを言っておりました。保護女性とスタッフの安全確保のため領収書は最小限、こんなことを言っておりました。確かにですね、ストーカー男に付きまとわれている女性であるとか、親から暴力を振るわれて家出してきた少女であるとか、そういう人がですね、どこに泊まっているであるとか、どこで食事をしているであるとか、バレたら困るというのは分かりますよ。ですけれども、監査委員にすら領収書を見せないっておかしくないでしょうか。これはあくまで慈善事業、助成金事業じゃなくて都の事業の一部をコラボに請け負わしている委託事業であります。つまり都の事業なんですよ。その都の事業を実行するにあたって使った領収書を都にも見せられない。
私はコラボ弁護団は非常に頭が悪いと確信いたしております。何でもですね、デマや誹謗中傷を拡散した者は訴える、名誉毀損で訴えるなんてことを言ったみたいですけども、こんなバカなコラボ弁護団どもにいくら訴えられても私は全く怖くありません。不幸なことに私の声が小さくてコラボ弁護団の耳には入っていないのかもしれません。私もまだまだであります。精進いたします。皆様、赤い羽募金というのはご存知でしょうか。赤い羽募金、これはですね、昔からあるものですけれども、2019年に赤い羽募金からこの疑惑のコラボという団体に700万円渡っておりました。これを見て私は一生赤い羽には募金しないと決心いたしました。何でしょうか、仲間内でぐるぐる回している気がするんですよね。コラボと似た団体のパップスという団体には継続的に毎年毎年1000万円を募金しております。何をやっているかわからない怪しい団体に赤い羽募金の一部が流れていると。こんな怪しい募金、私が昔子供だった頃に、やってた赤い羽はこんなんじゃなかったと思うんですけども、いつの間にやら怪しい団体、ずるい団体乗っ取られてしまったのかな、そんな気がいたします。それとですね、できたばかりの困窮女性支援法というのはですね、成立しておりまして、まだ施行前なんですけれども、これがですね、タイトルを聞いた時点で私はちょっと違和感を感じました。困窮女性支援法、じゃあ男性は困っても助けないのかと。これ立派な性差別ではないでしょうか。すぐですね、差別よ何よっていう連中が集まって男性差別を繰り広げていると。大体ですね、女性の方が困っている度合いは少ないんですよ。皆様、ホームレスの女性あんまり見たことないでしょ。ホームレス大体は男ばかりじゃありませんか。それはですね、女性が、共感性に優れておって困ったら誰かしらが助けてくれるもんだからなんであります。困っている度合いは男の方が深い。それはホームレスの数、それとですね、自殺の8割が男である、女性は2割ということからも分かるんですけれども、困窮男性支援法はないのに困窮男性女性法、困窮女性支援法は作る、これ立派な政策じゃないでしょうか。それとですね、この困窮女性支援法には恐ろしい罠がありまして、この事業を受けられる団体は新規参入するのに既存の団体の許可がいると。そしたらね、既存のこの事業を受け終えるコラボみたいに受託できる団体を増やさないことも可能ですよね。今の民放テレビ局みたいに、民放5局で独占し新しいテレビ局を作らせない、こんなことも可能ですよね。もしくはですね、自分たちの仲間内に新しい団体を作らせて、そういう仲間を増やす手段にしか用いない、まともな団体の成立を、妨害する、税金を使った事業を受けさせない、こんなこともできますよね。困窮女性支援法、誰が賛成したのか知りませんけれども、自民党の議員さんたちはきっと耳障りのいい言葉で騙されて、よく考えもせずに過半数いっちゃったんでしょう。議員はですね、もう、いい人に見られたいっていう欲求を捨ててもらいたい。私も豊島区議会で散々見ました。いい人を売りたい、いい人に見られたい、賢く見られたい、こういう欲求が議員は強すぎるんですよ。それでもってたやすく操られる悪い人らにこういう光景を散々見てまいりました。議員はですね、悪い人間が立候補する気だと思います。これは犯罪を犯すとかそういうことでなくて、自分はいい人に見られなくてもいい、こういう覚悟を持った人間がなるべきだと思います。あとですね、多少は異性にモテる人間が議員になるべきだと思っております。っていうのは、議員になった途端にチヤホヤされて、綺麗な女性に言い寄られて、いいように、操られている国会議員なんかも非常に目につくからであります。女性に耐性のない男は議員に立候補しないでもらいたい。男性に耐性のない女の人は議員に立候補しないでもらいたいと靴沢は考えております。というわけで、コラボ問題、東京都で大騒ぎになっているコラボ問題、ツイッターやってる人だったら知らない人はないと思いますけれども、ぜひ皆様覚えていってください。よろしくお願いいたします。次は水戸市の支部長石井啓一郎がお話しさせていただきます。よろしくお願いします。
ご通行中の皆様、お忙しい中お騒がせしております日本改革党水戸支部石井健一郎でございます。こんにちは。たった今うちの党首の方からも演説があった通りなんですが、東京都中央の方ではですね、このコラボ問題というのがものすごく騒がれております。で、我々の世代よりも若い方はネット環境でそういった情報をたくさん手に入れている方は意外と知っている方もちょいちょこいるんですけども、なかなか全体としてはその認知がまだまだ上がってきていないというのが現状だと思います。特に地方都市とかだとやっぱりそういった活動をアンダーグラウンドでしているという状況が発生していて、そのなかなか表立って目立った活動が目に見て取れない、そういったこともあったりするので、我々がやはり声を上げて、こういった不正を正していかなきゃいけない、そういうふうに感じております。特にやはりそういった部分には我々の税金が投入されているわけですから、正しい税金の使い方、不正の温床にならないように、そういった制度そのものの見直しだったりとか、そういったことも含めて我々が、随時提案しながら、闇を暴いていかなきゃいけないと感じております。そういう意味ではその領収書の適正な提出であったりとか、あとはやはりそのなんて言うんでしょう、我々の知らないところでつながってて、赤い羽募金とか今結構どこでも行われていると思うんですが、そういったところからもすごいお金が流れている、そういったのもお耳にします。ですので、今後私、水戸で、そういったことをどんどん声を大にしながら、皆様の税金を正しく使っていってもらうように、頑張って、活動していきます。水戸市のコラボもどき、コラボのような、不正を働いているような NPO 法人をどんどん掘り返していって、皆様の税金が、適正に使われるように頑張って目を光らせていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いいたします。